今朝は嬉しいニュースをお届けします。4日以上前から行方不明となっていたショーン・マーズ君の発見が発表されました。ショーン君は折り紙殺人鬼により井戸の中に閉じ込められていたとのことです。この事件の解決の裏には警察に犯人の嫌疑をかけられていたイーサン・マーズ氏の勇敢な行動があったことを忘れてはなりません。疑いようもなく彼の勇気が殺人鬼の計画を阻止し救出を実現させたのです。警察本部長はマーズ氏に公式に謝罪しました。本日のトップニュースです。警察により折り紙殺人鬼と思われる男性の身元が特定されました。スコット・シェルビー48歳は元警部補で犠牲者の遺族に調査を依頼された私立探偵だと名乗っていたそうです。シェルビーは大規模な捜査の最中に死亡しましたが、詳細についてはまだ公表されていません。友達の友達が特別に紹介してくれたところだ。気に入れば俺たちの家だ。ねえパパ、僕の部屋を見つけたよ。で、どう思う？完璧よ、イーサン。私たち事件を忘れるのね。普通の日常を過ごして、そしてある日全部ただの悪い夢になるんだわ。幸せになる権利をつかんだのね、私たち。本当によく考えた上でのことかね、ノーマン。君は善と有望だというのに、とても残念だな。お言葉ですが、ボス。もう決めたことです。しばらくは普通の生活を送ってみたいんです。ここのところいろんなことに深く関わりすぎた。距離を置きたいんです。少しの間。いつか FBI に戻ってくる気は？わかりません。約束はできません。ARI は持って行っていいんだぞ。それはオフラインになる。新しいモデルが来るからな。これはお返しした方がいいと思います。これに頼りすぎるところがありますし、必要ありませんから。現実では好きにしたまえ。探し物が見つかるよう祈ってるよ、ノーマン。ありがとうございます。